紹介しましたよね、松本藩士でね、はいはい、そして勉強したいということで、父親が上京するについて、上京したんだ、はい、そして、東京外国語学校で、はいはいはい、中国語を選択したんだ、はい、多くの若い者がねヨーロッパの言語を紹介する中でね川島何也は時代遅れのような中国語を選択したんだ、しかしその中国語はね、彼を支えたわけですよね。中国に渡って軍の通訳になってね、そして、向こうで、うん、その学際が認められてね、日本がその時日本はですね、義和団の乱でね、はい、中国に兵を派遣したんでございますけれど、日本はですね、一番ね、数の多いですね、軍隊を出しましたから、義和団の乱の時にですね、8カ国の連合軍が北京の周辺をですね、治安維持のために管轄を設けてね、治安維持に当たったんですね。その時に日本が一番重要な場所を任されたんです。その時ですね、中国人並みに中国ができた川島何也が軍の通訳として大活躍したんです。そして軍が引き上げる時に、日本に帰る時にね、中国は清王朝でございますけれど、川島何也だけには残ってもらいたいということで彼は残ったわけですよね。川島何也はね、日本ではね、中国ができたもんですから外国語学校と、それから陸軍士官学校と、それから東京教育大学の前身である東京高等師範学校で中国語を教えてたんですね。相当な貢献をもらっとったようですよ。ところが軍の副官ということで、通訳官ということで中国に行きましたけどね、中国ではね、やっぱりね、川島の才能を認めてね、そして清国の警察制度をね、彼は建設したんだよ、うんうん、警察学校をね作って、そして教え子はね5年間ぐらいの間に3000人生まれましてね、その3000人が中国の全土に散らばって警察制度の中枢用になったんですね、うん、その後ですね、遠征街がね、川島何也が北京で作った警察学校と類似した学校ですね、保定市というところがあります。保定というところね、遠征街、遠征街が作ってくれと頼まれて、あ、そうなんですか。川島何也はこの布袋というところでもね、はい、警察学校を作るんですよね。うん、なるほど。ですからね、川島何也はね、中国にとってはね、貢献してますね、非常に貴重な人材ということで、うん、彼はね、中国のね、官僚制度の中でもね、第2番目ぐらいの地位まで上ったんですね。なるほど。警察学校の校長さんですね、それから中国ではね、それまでね、総務省というところなかった。総務省ね、総務省にあたるところもですね、川島何也のサセッションで作りましてね、そのトップに粛清王がついたんです。その粛清王と簡単照らす仲になったね、そういうことですね、川島何也が粛清王を応援するんですね。粛清王は辛亥革命でですね、清王朝が潰れてしまいましたけど、それを
復活しようとやって復役運動をするわけですよね、うん、川島南也が粛清をと知り合う前の10年間は中国の警察制度の建設に邁進したんですね、うん、粛清と知り合った後は粛清が清朝を復活したいという復役運動に彼は手を貸すんですね。日本ではね、川島南也というとですね、時代遅れのね、うん、国主のような扱いを受けますけどね、中国ではそうじゃありませんよ。なるほど。またね、世界史の中のね、中国ということを取り上げて、最近ですね、ハーバード大学の先生であったエズラだったかな、エズラ F ボーゲルという方、ほうほう、この方はね、かつてはね、ジャパンアズナンバーワンという本を書いた方ですね、はいはいはい、ジャパンアズナンバーワン、ありましたね。これは1970年代だと思いますけどね、ジャパンアズナンバーワンという本を書いて日本ではベストセラーになりました、うん、それから中国ではね、現代中国の父トウ・ショウエイという本を書きましたね、現代中国の父、現代中国の父トウ・ショウエイ、これまで中国で、ベストセラーだったそうですよ。うん、外国のですね、外国人の書いた本でね、中国と日本でもね、ナンバーワンってベストセラーだった本を書かれた学者は、このエズラ・F・ボーゲルというね、ハーバード大学教授だけだそうでございますけどね、そうですか、この方がね、最近ね、あ、最近、日中関係史という本を書かれたんです。日中関係史ね。へえ、うん。最近ですよ。お元気なんだ。まだ、3ヶ月ぐらいかな、日中関係史という本を書かれました。これは日本経済新聞社から出ておりますけどね、日本経済新聞社の出版社から出ております。あ、そうですか。去年のね、12月に出たんです。あ、まだ最近ですね。それを読みますとね、川島南也にね、あ、かなり相当なページを割いて書いてるんですよ、うん、やっぱ重要人物、ね、中国で最も成功した、外国人の、あ、まあ、実務家ですね、川島南也というのは、学者ではなく実務家ですね、中国を駆使して、ね、警察制度を作るということで、うん、非常に力があって貢献したという方をですね、まず紹介しながら、その後はね、粛清を前期の相談役となってね、清朝復役に邁進した、大きく取り上げておりますよ。日本のね、遠山光のようなね、ああいう右翼のね、仲間という扱いじゃありませんよ。中国の近代化に貢献した、日本のですね、まあ、顧問ですね。中国の顧問。ね、中国の顧問なし、教師という形で、教師という形で相当数の人間が中国に行ったと思いますけどね、その中で一番成功した一人が川島南也ということで、川島南也をですね、エズラ・F・ボーゲルという方が日中関係して本を書かれた中でね、その中で称揚してるんですよ。なるほど、うん、私は目から鱗ですね。日本のですね、多くの、川島南也関係の本ではね、川島南也という関係で、ごめんなさい、川島よし子の本ですね、川島よし子の伝記がたくさん出ておりますけど、その中ではね、川島南也についてはね、まあ、あまり右翼的人物のような書き方をしておりますけどね。あ、そうなんですか。エズラ・F・ボーゲルの日中関係史ではね、中国で最も成功した
日本人教師ということで書いておりますよ、うん、目から鱗ですね。そして、川島ナニアの業績もね、はい、中国の警察制度の確立に貢献したと、貢献した人物だ、まあ、それは正しいでしょうね。後半もね、あの復帰運動にね、あの力をいたしたんでございますけれど、うん、残念ながら日本のですね、あの国家の方針がね、中国の復帰よりもね、うん、中華民国を支援するようになり、国際社会の動きもそうなってきたからね、日本の方針が変わってですね、川島の働きはいわば貨幣に帰した、うん、なかなか実らなかったということで書いておりますけどね。日中関係史という本、これはね、原体はね、チャイナ&チャイナ&ジャパンという原体なの、日本語に翻訳されたときに日中関係史というね、なかなか難しそうな名前になっておりますけどね、読みやすい本ですよ。しかし、500ページぐらいありますかね。まあ、厚さは相当あります。その中で、まあ、さっと言いましたら、川島何々のことが書いてありましたからね。今ここでご紹介しますけど。